このようなタイトルでお話しさせていただく機会いただきましてありがとうございます。今、喜連川所長からもご紹介いただいたように大学間連携のサンプルということで、決してこの度の、コロナの関係とはちょっと違っておりますが、まあ、ご参考になればと思って紹介させていただきたいと思います。今日お話しするのが大学連携によるセキュリティ人材育成の話なんですが、3つのプログラムがところどころ混ざって入ってきております。2013年から始めて補助金は終わったんですが、ここ4年ほど、補助金終わった後自主的に継続している大学院向けのものと、それから今日メインにお話しするのは2番目のところで、大学学部の、3、4年向け、高専向けに提供しているベーシックといや、それ他に社会人向けもございます。で、学部向け、大学院向けの、レベル感なんですけれども、セキュリティ、人材といいましても、いろいろセキュリティエキスパートとかですね、いろいろいるわけですけども、学部生向けに狙っているところは、特に工学部だけじゃなくて、文系まで含めた、幅広いハイブリッドな人たちにセキュリティ意識を持ってもらおうというところでやっておりますので、裾野を拡大していって、いわゆるセキュリティ人材と一般市民の間の、垣根を少し下げてやろうというふうなところを考えておりまして、で、その手法としまして、枠内右の方に、右下にありますが、実践的スキルというふうなところで、単なる知識とかっていうだけではなくて、ちょっとセキュリティの、様子を体験してもらおうと、ちょっとじゃないですね、ちゃんと理解してもらおうということで、さまざまな産業職種、つまり必ずしもセキュリティエンジニアだけではなくて、例えば一般のオフィスでも1部屋に1人こういうセキュリティ人材がいたらいいなという程度のところを、狙っております。で、中身、文字ばっかりで申し訳ないんですけれども、14の大学の連携事業になっております。で、14の大学で手分けしまして、遠隔講義と集中講義といいますか、演習ですね、講義と演習を、提供するというふうなことを行ってきております。で、特に講義のところにつきましては、遠隔講義につきましては、14の大学のうち5つの大学がですね、担当しているというようなところで、14全部言い分ではなくて、それぞれ役割分担を持っております。2番目の、黒四角のところになっておりますが、先ほどのようなセキュリティ人材を輩出したいということがありますので、必ずしも特定のセキュリティ分野に偏らないで、分野横断的、あるいは異文化融合的な幅のある PBL の、知識を持ってもらおうと、しかも実践的にも習得してもらおうということで、多数の PBL 演習を提供するというふうなことを行っております。ただ、この黒ポツ2つ目の中の一番下のところにアンダーラインでセキュリティマインド教育というのがありますが、これはセキュリティに関しての技術を、中途半端に教えますと、その知識を持って、間違った応用をしてしまうと。いうふうなことが考えられますので、そういうことにならないようにということで、昨年度から、セキュリティエンジニアリングを学ぶにあたっての、情報倫理教育、あるいは職業倫理というふうなところで、セキュリティマインド教育というふうなものを始めております。これは特定の科目ということではなくて、演習の中で広くやっております。全体としまして、専門科目の講義が5つ、それから演習、先進演習というふうなもので34ということで、合わせて39科目を提供しまして、参加登録学生が413人ということで、まあ、かなり400人相手に40科目を提供するというようなことで、非常に、重い仕事になってきております。排出の成果でございますけれども、右上の方に267という数字がございますが、これが昨年度の修了認定者数です。その前の一昨年度が325でしたので、落ちているようにも見えなくはないんですが、これはいずれの大学でも学部3年生っていうのはカリキュラムがもうきつきつですので、3年生と4年生の2年間に分けて履修していいよということにしておりますので、繰り越すというふうなものも何名かいるというような状況でございます。こちらの図、名前がいっぱい書いてありますが、外側にありますのが参加してくださっている、連携校と
というふうに言っていますが、27程度、31かなの大学が周りに並んでいます。中央部分に緑と青で書いてあるのが、14の大学で、共同で行っております。大学がいくつかありますが、企業が非常に熱心に協力してくださっていまして、演習を手伝ってくださったり、あるいは途中でコメント、視察してコメントをくださるというようなことをやっております。提供している科目、大きく4つのカテゴリーに分けておりますが、左下から基礎科目、右下の専門科目、それから演習科目、先進演習科目というようなことになっておりますが、基礎科目はそれぞれの大学で、工学系のところですと、基礎知識を得ているはずですので、それを指定して当てるということをやっております。右下の専門科目などについては、次のページ以降で、説明いたします。でこの4つのカテゴリーについて履修してくれたならば、サーティフィケートを出すよというようなことにしております。で、座学で与えております専門科目というのは5つ提供しております。これは400人からいるということ、あるいは北海道から、九州まで学生がいるというようなこともありますので、5つの大学で、分担しまして専門科目というものを提供しています。これは今回のコロナとは無関係に、遠隔講義を、実施してきておりまして、5つのうちのどれを取ってもいいよというようなことでやっております。5つともセキュリティ総論という科目なんですが、中身がちょっとずつ違っているというものです。それからこちらが演習科目の例でございまして、材木でございまして、こちらの方で、ご覧の通りいろいろなバラエティのある PBL 演習を提供しているというようなことをやっております。それから、こちらが、先進演習科目で2種類ありまして、先ほどのページの演習科目の、高度化したもの、少人数で先端的なところを狙うということで、先進演習科目、かっこ先進 PBL という上の黄色いものがございます。他に大学院大学で、学部生を受け入れてもらって、大学院インターンシップというふうなものを、8つ、提供しておりまして、こちらはかなりレベルの高い大学院レベルの演習を学部生に体験してもらうということです。ここからの2ページが肝心なところになりますが、講義のスタイルでございますが、いわゆる大学の講義で、大学によってちょっと違いますが、おおむね、15数 ×90 分というような感じで、教室で先生が話をして、そこにその大学の学生と、近所の大学の学生が集まって受講するということをやっています。で全国に学生がおりますので、WebEX でリアルタイム双方向の、提供も行っておりまして、これでサテライト大学でも、行っておりますが、それぞれ のサテライト教室に、教員または TA が、ティーチングアシスタントが立ち会うということにしておりまして、質問などの補助、あるいは双方向配信の補助を行うほかに、講義資料については、いわゆる講習通信は、講習送信だ。は行いませんで、紙で配布するというようなことを行っております。一部の科目では録画蓄積も併用したり、あるいは短編ビデオ教材なども併用するということで行っております。演習の方はなかなか遠隔だけではやりにくいところがございますので、ほとんどは休暇あるいは休日に 2、3 日あるいは1週間、集まってやってもらうということをやっておりますが、ごく一部で、一つの演習について全国の何か所かでサテライト会場を作りまして、分散実施するというようなことを行っておりまして、これですとある程度、例えば東北と関東と九州で同じ演習を受けることができるというようなことがございます。その他に文字で書いてございませんけれども、今年度この状況がございますので、遠隔で、実施する演習というふうなものの対応も準備してございます。それぞれいろいろな学校の学生たちが集まるということで、自分の大学の学生だけではなくて他大学の学生と一緒に演習をするというようなところで面白い教育効果も得られております。時間がなくなってまいりましたので、あと飛ばしますが、運営については運営委員会などを行っております。先ほど言いましたように400人に40科目を提供するということで、真ん中あたりですが、独自にいわゆる教務システムみたいなものを整備しまして運用します。とても手作業では間に合わないというスケールになってきております。授業の改善などについては FD 評価などを行っております。駆け足で申し訳ありませんでしたが、私から以上です。どうもありがとうございます。